はい、こんにちは。こんにちは。はい、今回ですけども、富士スピードウェイ来てます。今日はね、何の日ですか？今日は GTR かな。 R 積みですね。ですね。あのね、俺の車もね、見てて R 積みに電車用品これ GTR だから。言うて強引なやつが言うて GTR だからね。冗談は そこまでして、今回ね、何回もあるよね。そうですね、今回で3回目ぐらい。毎回高くね、たまちゃんはね、初めて。あ、本当ですか。だからちょっとね、今日はね、一日ね、GTR を堪能して、ああ、あるっていいなーってなるような一日にしたいと思ってるんでね。多分こんだけある見たら、一旦買いたくなるかもしれない。これね、新しいもの好きだからね。欲しくなっちゃうかもね。はい、ということで、じゃあ今日は見て回っていきましょう。じゃあまず最初は、まあリズムリズムだね。行きましょうか。行きましょう。じゃあレッツゴー。ちょっとね、可愛いギャルがおるからね。こういう時しかね、写真撮れへんからね。いつも俺は出店側だから、ね、写真撮ります。お姉さんの写真撮ります。R ギャルと R ギャルって R 女子が買うと大体さ炎上するからさということで、どうしようかな。まず一発目はな、ここ行こうかな。ニスモだよ。ニスモ、天下のニスモ。なんか囲まれてるけどいいんだね。俺の車やで、R2 ってさ、R2 ってエンジンのグレード的に一番上やん。一番トップのやつ。あ、そうか。S1、S2、R1、R2 ってあるんだ。その中の R2 の半分。さすが日産。詳しい。すごい。でもあれだね、色はさ、やっぱ俺真似しただけあって、過言ではない。声入らんかったら文字入れるから。あとね、あとの動画ね、塗装かと思ったらさ、ステッカーかと思ったら、これはすごい。中はね、なんか、3人行こうかね。めっちゃじゃんけん大会です。
負けた。俺さ、今思った。3-4-3-3-3-2さ、すべてさ、三号機がいっぱいあっていいの。あ、電話はやばい。そう、カツカツ感がすごい。なんかね、ローターがでかいよね。たまちゃん、カポッと言ってるの。これはね、S2 エンジンが乗ってる。S2 エンジン。何が違うかね、エンジンのパワーとかそういうのが違うのか。多分なんかそれぐらいしか、ね、うん、こう、うん、どこまで耐えれるかとかで、あとは次は3人か、3人。いやー、やっぱこの色かっこいいな。でも34と33と32で色味が若干違うでしょ、うん、そうなんや。この色って3色あって、ダークメタルグレーの123みたいなのがあって、で多分色が全部違う、見た感じ違うよね、色が。そう、パッと見うっすら違うな。3色なんで、34、33、32、多分全部色が違うはず。へー、さすがいつもが作っただけあってシンプルなやつだ。じゃあ最後に大御所単語を見に行きますか。単語やばいね、やばいですね、やばいね。これ S1 だよ、S1。 これは S1 だ。はいだね、なんかもはやノーマルでしか俺は見えないね。ここのポーションステートがさ、人の名前から S1 じゃん。決勝塗装の赤黒になったくらいで、中身が違うってことだね、多分。ピストンとかあの辺がね。あ、これは電池だね、ちゃんと稲妻になってる。中シンプル。いいな。これさ、一個気になったサイドステップのさ、前からさ、塗り分けを変えてあるから見てたよ。若干ボディと色が違うんだよ。本当ですね。若干ね、濃いんだよ、こっちの。こういう風にね、したくてさ、うん、似合うかなと。あとさ、俺今さ、今気づいた。フェンダー見て。おぉ。おぉ。え、これすげぇ。ノーマルかと思ったらさ、なにこれ。これであれかな、ダウンホースをこう、風、こう、空気なんかのこう上に。でも、空力しかないで。だって、こう当てたらさ、ミラーに当たるからって言ったら、上にこのループ角度的になんかこんな感じになってる。ああ、なるほど。確かに。すごい。これはちょっとびっくり。なんかノーマルフェンダーかと思ったら、一応オーバーフェンダーなんだろうね。これ多分。この膨れ上がりが一緒で、フェンダーを敷いたのかなって。これは立派だかった。ルマンを走るためだけに作った車。うわ、これ当時物かな、作ったのかな。いや、多分もう当時物で、ニスモが完成されてる。
んな細いタイヤらしい。逆にレースに出すためにこれを市販車レースとして1台作らざるを得なかったみたいな話を僕は聞いたことあるんですよ。裏情報だね。すごっ。これで走っとったわけじゃない。でもこれボディは33なんよね。これ33ですね。34に変わるちょっと前とかじゃないよね。この辺なんですね。ね、もうこの頃からすでに34の開発にヘッドしたら入ってるだろうか。ありそうですね。誰か知ってる方いたらコメントを。後ろもね、えぐいよ。なんかマフラーは純正っぽいですね。けど中身のところ、エンジンが使えるね、こういうの。開けてみたいですね。バリンバリンだろう。はい、ということで、ルマン、いいよ。簡単でした。じゃあ次はね、マイ20いきますか。マイ20とかまでちょっと、このボンネット見てみようか。これがナタダックとかなんですけど、アルミボンネット。これがあれについてる。これがあのマイ20についてる屋根。3キロぐらいじゃない？これ。これはやばい。2キロぐらいじゃない？これさ、単語買うからさ、持って帰る。だダメか。ダメか。背景が。うわー、それがついてる。屋根がついて、ボンネットがカーボンですよって。エアロはね、ニスモだからね。フルニスモだよね、これ。見たことある？見たことは、ね、初めて。これこんなんで変わるんだろうね、風が。ニスモが意味なくつけるわけはないと思うんですよね。あとね、これさっきさ、あのね、たまちゃんさっき出しとったやつだから、あれだけど、ブレーキがこれニスモが違うから、ね、普通のモノブロックじゃないから、これはこれカーボンのやつ、全部カーボンブレーキ6、6、もっともっと、すごいね、もう285とかだよ、これやるんだ。欲しいな。行っちゃいますか。なんか俺のフロントバンパーそっくりや、昔の。この太さ。これってここをさ、こうタイヤハウスのタイヤこう巻いたなんか暖気流みたいなこう逃がすためだ、ね、それともなんか熱を逃がす、前から入ってきた空気をうまくこう暖房を上げながらこう逃がすみたいな、あれなんかね。GT マシンにもでも似たようなんですけど、そう今の3号の GT マシンはこれついてるよね。やっぱ気になるな。それでまだタイヤが引っ込んでるんですよ。そうなんですよ。なんかサボタンくらいじゃないと15ミリぐらいは出せるよ。だからまだ多分太いタイヤが引けるから。あこれ多分 10A ぐらいだよ、こういう順番待ちだな。多分俺が乗ると似合うはずだから間違いない。さあ見とけよ、ちょっと最後持って、はいはい、乗るとこういう感じだ。開け方がもうない。こうやって開けるでしょ。あやばい、いけてます。なんかさ、これステアリングがさ、なんかちっちゃくなった感じがするんだけど、あの初期型より。
ここがちっちゃくなったからかな。うん、なんかハンドル自体もなんかデザイン変わってね、ちっちゃくなった感じですね。なんなんかねこれ、最近の車全部こいついてる。ドリフトするわけじゃないよね。いるんかな。いいね。いいですね。動きません。すごい。あ、ダメダメ。守られてる感がすごい。乗って乗って、守られた感がやばい。ディーラーマンが乗るニスモ。あーでもなんすかね、安心感ね、なんかさ、いつでも俺行けるぞみたいな自信が満ち溢れてくるの。ってさ、そう、車の車が、すごい。顔。最後に買うのは多分ナマちゃんだから。なに？じゃあ次行きますか。また次のブースまで飛ばします。はい。はい、前に来てください。僕はね、気になってた。トップシークレットですね。いや本当に3号はね、これ1番だと思ってる。トップシークレットとかエアロも、これあと8名です。いかつくせーの、最初グー、最初グー、3種類ある。はい、いきます、せーの、最初グー、最初グー、めちゃくちゃいかつくある。はい、いきます、せーの、最初グー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 。多分有名なスモーキー中田さんがね、どうかな、デザインしたのかな、ね、責任者だと思うけど、もう一回やります。せーの、最初で見ていきましょう。グーの人前へどうぞ。これはさすがに、はい、肌混ぜてね、ちょっと私か人数確認しますので。すごいもんね、横の下までさ、はい、丁寧にオレンジになってるもんね。斜めだ。あれ、うん、やる気を感じられる。やる気を感じられる。8名、あ、ちょっと待って、もう1名多いので。1名多い、はい、あら、じゃあここでチャンピオンする。これで中央で600万人に、うん、もう勝ち抜きでいこうか。もう、そんなもう松田リオバリバリ。じゃあここで今マジで1名目はここにあるのかポンプとしてとかね。はい、なので編集料に勝った人からもらっていこうか。はい、じゃあここのメンバーに、せーの、最初はグー、じゃあこい、編集に勝つぞ。はい、グーでしょ。はい、もらってくださいね。はい、残り方いきますよ。はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、チョキです。はい、もらってください。はい、誰が負けるか。あと1個ありましたよ、トミカが。これ、ごめんなさい、さっき起こされていただいたんですけど、これは嬉しいね。これは逆に言えば、お子さん塩を置いて、ああ、なるほど、はい。ちょっと欲しいな。ね、まあ、そういうことも、これカーブに回ってる。人生というのはね。さあ、ちょっとあと雨よけもこれ。ちょっと本当に。大丈夫かな。で、確かね、これ俺同級生が乗ってるんだけど。今なんだから。純正キャップ2個ついてて。おお、来ました。だからもう手元もバッチリ。俺のボンネットがすごい強度あるよ。うん、確かに高いですよね、あれ。5名さん。トップシークルがいい。おすすめです。あと、まあ、おいしさがついてるので。あとね、パンパンパン。これがね、これを、オフィスターを。やばいね。かっこいいですね。ナマズみたいな。これね、あの、結局、まあ、あの基本的には正社会でいいんですけど、まあ、上に残る正社会でいいんですけど、先頭のみたいな形でできる。サイドってカーブ。欲しい人、欲しい人、はい。なるほど、じゃあ行きますよ、5名様。せーの、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 せーの
で、ウィングが多分これトップシートカーボン GT ウィングかな。じゃあ次はシルバーに行きよう。はい、チョキの人、はい、いきます。シルバーも多分基本的には一緒だよね。グーの人、はい、グーの人、何人かな。これはフェンダーとか買ってない。まあ、ちょっと振ってみて。1、2、3名に1、2、3名まずバーフェン組んであるけど、ぱっと見分かんない。あたかも純正みたいな感じだけど、はい、ここでお知らせです。ちょっとつるんとした普通のサンド、まあ、風が湧かないという方、ね、純正マンは近くのスタッフにお声掛けしてください。今日愛してじゃあ最後にハゲキソウ。じゃあ好きだ。黒黒白黒白黒。どうぞ。さあ、ちょっとまだまだいっぱいあるのが4台でいいかな。お、このカラーリングは好み。神奈川県警だからこのツート。そういうことね。違うよ。2枚と ステアリングの違う。チョキの方。はい、チョキの方。はい、チョキの方。はい、チョキの方。誰かのオーナーさんの車だよ。レシートが載ってる。なるほど。もう一個か。さあ、何人だ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。何人かったか、ちゃんと分かるようにアピールしてるね。そこなんか過激なカッコちょっと見たんだから、次はシンプルに行ってみようと思います。さあ次シンプルけど本気の、そういやこれがね、俺もし 34GTR 俺が乗ってるんだったら必ず後ろにしたいっていう車がこちら、マインズでございます。いいよね、クイズさ、本当になんか GTR ってさ、よくさ羊の皮をかぶった狼って言われてると思う。再現したような、これがまさにやばいね。これ26だよね。26ですね。26が多分高圧式で超高回転仕様みたいな、超ハイレスポンス。あのみんなね、あの YouTube で多分見たと思うけど、土屋さんがこう、この車を運転するサーキット動画あります。あの鬼レスポンスああいうのがサイドステップ中も本当にチタンシフトノブがついたぐらいで、あとステアリングがマインズのステアリングかな、カーボンステアリング。よく見るとタコメーターにリミッターが、そう、たぶんちょっとあれ映せる、タコメーター映るかな、見にくいかな、ちょっと反射して多分9000ちょい回ってますね。1万回転的にね。ミラーも多分これマインズの、これなんか再販したのかしてないとかって話だよね。話なんか聞きましたけど、ね、結構いいパーツ、これもカーブなんかこれ黒じゃないんだね、なんかマインズカラーっていうか緑っぽい。本当です、なんか純粋なよく見るカーボンの黒じゃないか。マフラーはマインズ。いやーいやーこれは音聞きたい、音聞きたい。生で聞いたこと一回もないから。ないですね。あ、ないないですね。展示車としてはよく見るね。いいわ。でね、参考も作ったってことでね。なんか本当にシンプル、ね、なんかザ男って感じ、かなり理想的な。でもね、今思った、タイピングはエグいぞ。
下スタンド下しかもマインズってプレートが入ってる、ね、すごい。はい、そんな感じでマインズは以上でございます。じゃあ次はね、あのタマちゃんが気になってたブースに行きたいと思います。さあ次はタマちゃんが気になってたこちら MCR。 そう、初めてですね。 MCR は初めて見ますね。これエンジンベル多分引き換えてるんだろうね。うん、必要だね。そうですね、やっぱりね、あの分かる、大人っていうものはみんな BBS なんですよ。なるほど、じゃあジョイッチさんも大人なの。なるほど。車はこじゃれた感じになってるけど足元はおしゃれな。 BBS にエンドレス、これはジョイッチ。え、これすごくない？これはもうパスパスですね。これ当たってるんだよ。絶妙に逃げてますね。ワイトレが入ってる。ワイトレは多分 FN の多分当たる。うん、なんかそんなこと聞いたことある、カーボン、カーボンになってシートも全部張り替えてある。張り替えてあるのかな、これレザーに。ちょっと反射して映らないかも。ちょっと見にくいけどね、こんな感じになって。どうたまちゃん、 GTR 買いたくなってきたでしょ。あ、いいですね。やっぱいや、もうそこまでさ、いいって言ったらさ、買うしかないよね。ね、じゃあ最後はどこで締めようか。やっぱ我らが我らが高木さん、はい、行きましょう。行きましょう。高木さん、今日これだけですか？僕ですか？はい、はい、これだけです。新商品、新商品、値札を忘れる。売る気ないやないですか。じゃ売る気はあるんですか？売る気はある。高いから売れないだけ。あ、なるほど。そうなんです。いやでも僕あれですよ、ツイッターでね、たまたまに、まあね、まあね、つくかつかないかはつける人の技量の話なんで。あ、そういうことね。そうです、そうです、そういうことね。もうもはやここでカットしてしまえば何でもつくよ。確かに、うん、そうそうそう。世の中、タイガースと顔面っていう便利な道具があるかな。なるほど。そうそうそう、到着時の、もうだから352とかもう取り付けたとか言ってもうねぇ、352だと待つじゃん。現実に近い多分サイドステップがないんですよ、ね、世の中に多分出回ってないんですよ。僕の GT もなってないんですよ。まあこの前のインターネットを見てる感じでは高いから買わない、そんな感じだよ。あね、上とすってことかな。そこまでつけたらそう、まあ多分いずれみんな分かってくるんですけど、いいものがいいものだっていうのは後で多分絶対分かってくるんで。子供そこだし、結局欲しいものを買わなかったのが一番そうですね。その時欲しいと思ったものを買うのがベストです。自分の車なんで着けたいものを着けるから。そうそうそう。それを高い高いっていうのは自分の車の話だから。買う人はそんなこと言わず買う人もあれば買えないからって買わない人もいる。まあ結局身の丈に合ったものを皆さん買いましょうってことです。だから聞いてね、
サイドステップのセンサーの話だけど、これだホイールもそう、タイヤもね、何でもそうじゃん。もっと言ったら食い込むのもそうだな、ダメかもしれない。ピンクを着るのが好きってやつだね。黒しか着ませんけどね。今日あれなんですよ、いろいろ僕今日初めて来たんで、アルジュミンに GTR に発刊されたんですけど、なんかタマちゃんが買いたいみたいな、ある参考買い。えどこからそんなお話がどこ、え危ない流れ来た。あれどのレッドを買うかっていう話じゃん。あ、もうそこまで。そうだから、こっちのレッドを買うとかね、こっちのレッドを買う、多分ちょっとジャンルが2極端に分かれてると思う。あ、でもね、あそこのレッドを買ってたら大変やん。食ったじゃなかん、車が2台くらい並んでたぞ。こんななってるんですかね。あれ、部品探すの大変だわね。あそこからは。あれも入る。あれも入る。あれも入る。買うからね、そう、島で。エンジン部品も結構揃ってるから、あっちの島。あの辺ね。あの、そうそう、あの辺ね。あの、黒い旗が上がってる。結構、ボディがあって、エンジンがあって、ね、エアロ屋さんもあって、シートもあるから、ホイール屋さんもあるから、まあ、そんな感じが揃うんじゃないですかね。そう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 、そうだよね。あとはクレジットカードを切りに行かないんだね。たまちゃん、はい、思った時にこうしよう。そうはね、あ、二曲の選択って言ったら、やるかやるのどっちか。なんか選択肢はないように聞こえるんですけど。いやいや、あるよ。やるかやらない、やるかやらない、やるかやらない。選択肢がないっていう選択肢を頭から外すから。あ、そういうこと。そういうことです。 Go to go。 終わろう、もう終わろう。ということで、ミスター11は34おります。Yeah.